死生新編は、1859年に、太平天国の看護を広し人志が、天皇、甲州前に提出した、権威書である。内容は、政治、法律、経済の改革を説いたもので、甲州前はそのほとんどについて同意したが、結局最後まで実施されることはなかった。太平天国は1856年9月の天慶事変以後、 新朝との戦いにおいて不利な情勢にあった。1859年、香港で西洋の事物を学んだ、郝紀都市が天型に到着すると、郝修禅は彼を軍し、費用に封じた。郝紀都市は、政権を救うためには、改革が必要だとして、郝修禅に、市政新編を提出した。市政新編は、政治については、中央集権の強化、経済については、 高校業、交通事業の振興、社会については文化、衛生、福祉事業の発展と悪臭の除去、法律については刑罰の改革を主張した。市政新編は体制の全面的な改革を説いたものであったが、太平天国の市政綱領とはならなかった。公衆前が筆を入れた市政新編は少書扱いされることはなく、 発行と流通を許可されたに過ぎなかった。結局、中央理秀主をはじめとする他の幹部たちにも重視されることはなく、戦闘の激化によって、姿勢新判の権威は実行されることはなかった。一方、敵である祖国藩の幕僚であった超列軍は、姿勢新判を読んで、族の中に人がいないとすることはできないと高く評価している。ありがとうございます。